こんにちは。こんにちは。こんにちは。パワープロ。パワープロ。パワープロ。さあ今日はゲストにネモさんをお迎えして、はい、高川さんにちょっと僕で役不足なんで教育してもらおうって。いやいやいや、はい、よろしくお願いいたします。本当ド素人なんでよろしくお願いします。いや全然そんなことないですよ。オープニングの時にねパワープロの大会でも本当にお世話になりました。そうなんで、パワープロファンフェスタで、はい、いろいろあのお世話になりまして高川さん10万点ね、はい、行ったんですよ。行きましたね。ギリギリね、はい、そうなんですよ。卒業するんだったんですよ。もうなんか卒業の方を期待してたみたいな言い方するんですよ。いやでもなんか皆さんもね、はい、なんか高川さんが10万点行ってちょっと言ったらしいです。え、なんでですか。ちょっとそんなね、現場ではでも面白かったすごく。本当ですか。はい、見ましたけど非常に、まあ、またギリギリだったんでね。そうですね。会場もめちゃくちゃ盛り上がりましたね。そうですね、あの展開は本当ね。さらにですね、私ネモさんの動画にも出させていただいて、はいはいはい、ガチャ引いてるんですよ、はい、はい、ちょっともうだいぶちょっと前になっちゃうかもしれないですけど、はい、超神引きしてるんで。そうなんですよ。はい、持ってますね。もうめちゃくちゃ、もうその時は神かどうかって自分で分かんなかったんですけど、はい、最近パワープルやり込んでたら、はい、めっちゃ神だったわガチャって思いました。それちょっとネモさんの方で見てください。ガチャ引いてるんですか。めっちゃガチャ引いてます。めっちゃガチャ引いてます。課金はまだちょっとしないで。無課金。課金で頑張って。ファンフェスタのおかげもあってね、新オープニング、はい、めちゃくちゃいい感じになってますね。ありがとうございます。ちょっと乗っ取り感出てますよね。めちゃくちゃ出てますね。よかったでしょ、コテッと転んでね。はい、あれ可愛いですね。そうですね、はい、でも赤川さん、はい、これで安心しちゃいけないですよ、はい、まだまだ考えるんで。おー、なんか卒業企画もそんな卒業企画、考えるとか言ってるんで。いやだから、はい、ネモさんに聞いて、はい、レベル上げときゃいい話じゃないですか。そうですね、上手くなればいい話なので。ということで、だから今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、初心者から、はい、クロートまでいるわけじゃないですか。はい、高川さんは素人だったけど、はい、徐々にレベルアップしてる、はい、でも視聴者の方も幅広く見てくれてるじゃないですか、はい、でそうなってくると視聴者が戸惑うポイントとしては何をやっていいのかわからないっていう方もいると思うんですよ。そうなんです。僕らも最初そうだったんですよね、はい、でね、手探りでした。はい、そこをね大前提で、うん、やっていくんですけど、そのポイントをね、はい、ネモさんに、うん、そうですね、まずはキャラを集めるところからになると思います、はい、まずイベントデッキにキャラをセットしないとサクセスできないので、はい、まずは持っているパワーストーンだったりとかでキャラを集めて、それからそのキャラたちのレベルを上げて、まあ、今はいろんなところで報酬としてゲドウ君、まあ、その強化素材が受け取れたりとか、はい、あとは無料ガチャのところでゲドウ君ゲットできたりしますので、そこから始めていただいてサクセスしていただけるとかなりスムーズにいくんじゃないかなというふうに思います、はい、やっぱり毎日ログインしないといけないですね、うん、そうです。いろんな報酬とかイベントあったりするんで見逃せないようにしなきゃいけないんで、はい、毎日ログイン。そうで、これでイベキャラはどうやって育っていくのがいいですか。あるんですか、コツは。そうですね、コツはやはり毎日ログインしかないと思います。それですか、もうコツコツ毎日の積み重ねですね、うん、あといろいろ私も最近ちょっとやってて思ったのは、はい、スタジアムとかいろんなコーナーがあるんですよ、はい、でそこで結果を出すと、はい、なんかこう昇格とかしてパワーストーンもらったりするんですよね。そうですね、うん、まあ、この選手を作ってっていう話がまずサクセスの中であるんですけど、その選手たちをチームに入れるとそのチームのランクが上がるのってお二人ともご存知だと思うんですよ、はい、でそこでチームを強化してスタジアムで試合に勝ちやすくするとか、高い次元で高いチームランクで試合をすることでポイントも取りやすくなるので、うん、そうすると今リーグ1からリーグ8までパワープロのスタジアムって分かれてるんですけど、上に行けば行くほどパワーストーンが多くもらえるので、まあ、そこは重要になるのかなというふうに思います、はい、あ、じゃあやっぱりログインが大事ですね。前そうですね、コツコツやることが大事です。でも視聴者の皆さん安心してください、ログイン無料です。そうですね、ログイン無料でしょ。ワンボタンですね、うん、しかもログインすれば無料で1日1回ガチャ引きますしね。それでなんかいいのが当たるんですか。私だって激レア、超激レア。そうですね、PSR 出ましたもん。この間この前一緒にネモさんと引いたやつ。あ、そうです、そうです。で、すごいのが当たったんですか。あ、ネモさんのところで引いた時も超激レア、私は2体出したんです。そうなんです、すごかったんですよ、びっくりしました、はい、でも今私はあの今毎日ログイン頑張ってるんですけど、その1日無料ガチャで、はい、1体しか出ないのにそれが超激レアだったんですよ。そんなことあるんですか。そんなことほぼないです。僕も聞いたことないですけどね、無料ガチャでもらえるのはまあね、はい、普通のやつですよね。はい、そうです。 PSR 出ました、これびっくりしました。そのキャラも今一番輝いてる当初のキャラだったんですよ。無料ガチャ、無料ガチャ、無料の1日1回もう1体しか出ないやつでも来ました。忖度してないんですよね。私のデッキも操れないですから、ね、すごいですね。持ってるんです。でも逆に言うと
ると、はい、その無料ガチャでその超激レアが当たる可能性があるっていうことが証明されたん で、 そうです、ね、皆さんねやらないともったいないですね。そうなんですよ、はい、もう最近更新されその日が変わった瞬間に私やってますもん。ちなみに日が変わるの3時ですからね。そうそうそう、ガチャが変わるの私3時ぐらいも起きてて最近ガチャしてから寝るんでガチャしてから寝る、はい、いい、じゃ あのいい睡眠が取れるかどうか、ね、結構かかってるんですよ、はい、じゃあということで、はい、これまで佐々木チャンネル公開してきてね、箱川さんがやってきたことをちょっと見ながら、はい、反省も踏まえてこここうだったよっていうのをちょっと根本さんに教えてもらいたいですね。まだ私たち立ち回りがよく分かってないですね。よく、うん、ちょっとなんか勘でやってますもんね、はい、こうしたらいいんだろうぐらいの感じでやってるんで、はい、ちょっと確実性のある立ち回りを教えてもらいたいですね。ちょっとちょっとそのね過去の動画を振り返りながら、はい、ちょっとあの教えてもらいたいと思いますけども、はい、はい、ではじゃあちょっと見ていきましょう。はい、はい、セクション2 2回目ですね、はい、ということで、はい、早速やっていきましょう。はい、超初心者の時ですよ、うん、これそうなんですね、はい、懐かしいなぁ、ファール高校、ね、守備と、あれちゃん、マネージャーがいるところでやったら、あ、なるほど、今どこを行こうかっていうことで迷われてる、そうなんですよ、監督にコビ売ってこい、彼女がいなかったんで、はい、まあ、監督にコビ売ろうかなと思って監督のところに行ったんですよ。なるほどですね、監督にコビ売るのは後ででいいんですよ、実は後でいいんですか。はい、監督の評価って7月の1週にオレンジになってればそれで間に合うので、はい、一番初めはリベキャラの評価ですね、まあ、今走塁練習にいた進くんを踏んだ方が良かったと思います。へー、だから最初ね彼女作ろうとかして頑張ってたんですけど、はい、彼女ってあんまり来ない時あるじゃないですか、はい、練習にないんですよ。でそういう時は、はい、でじゃあ監督に行っとくっていつも監督言ってたんですよね、はい、でもそういう時は誰行けばいいですか。そういう時はイベキャラですね、チームメイトと仲良くなっておくのが一番いいです。で監督の評価は4月1週に120、まあ、オレンジになっていれば間に合うので、はい、その間はチームメイトと仲良くなって、タックのトレーニング倍率が増えるもの、スペシャルタックトレーニングってやつ、あの光った練習を多く増やす方が大事なので、うん、まずはそこ大事かなというふうに思います。じゃあイベキャラが複数人いる練習とかを行った方がいいってことですか。はい、そうです、あんまりその打撃走塁とか肩とか、はい、そういうところにこだわるというよりはもう誰がいるかで、はい、そうですね、誰がどこにいるかで十分。もう監督と彼女ばっかり言ってたんですね、はい、あとなんかバッティングと筋力をメインでやってましたよ。やってました、走塁とかあんまり押さないですよね。押さなかったですね、はい、確かにそういう考え方もあるかもしれませんが、はい、このまずパワープロはチームメイトと仲良くなってチームメイトと共同してタックの倍率を上げて、うん、練習効率をなんていうんですか2倍にするっていうのが、まあ、そうすると1ターンで、まあ、2ターン分の効果があるので、うん、まずはそういったところから意識していく方がいいと思います、うん。じゃあ完全にイベキャラ狙いですね。そうですね。そうですね。彼女がいた場合は彼女行った方がいいですか。そうですね。彼女がいた場合は彼女行った方がいいです。はい、わかりました。なので優先順位としては彼女、チームメイト、そして監督という。あ、監督が一番下なんですね。行きました。4月1週目までは。そうなんですよ。でも監督欲しいですね、これから。そうですね。はい、でも彼女も頑張ったっすけど、はい、クリスマスに彼女いたことほぼないじゃないですか。そうなんですよ。そこがどうなのかなっていう、彼女、まあ、なかなか練習来ないんですよ。そうですね、彼女はだいたい 60% ぐらいの確率で来たり来なかったりするので、はい、まあ、本当にいた時はもう確実に踏んでいかないとクリスマスに間に合わないです。間に合わないですよね、いつも間に合わないです。え、じゃあちょっと進めてもらっていいですか。はい、はい、ここは今は東條くんがもうピンクになってたんで、はい、まあ、守備練習じゃなくてもよかったかもしれないですね。あ、今は彼女が出てきたところですね。で彼女は本当にどんどん踏んでいかない、今青ざめてるじゃないですか、はい、もうこれは、まあなたのことが全然好きでもなんでもないよ状態なので。あ、なるほど、はい、あれがオレンジになればいいんですよ。オレンジになると、あ、この人好きかもぐらいの気持ちになってるんですよ。ピンクはもう好き、ピンクはもう続婚ですよ。ああ、青はもう意識されてないってことですね。そうですね、その通りですね。ただあのデッキのイベントのレベルを、はい、あの途中で上げた方がいいって気づいたじゃないですか。でちょっと上げたんですけど、はい、上げたらあのゲージって元から高いんでしたっけ。あのゲージ元から高いですね。初強化のところが変わるので、はい、まあ、イベキャラの強化も非常に大事な要素ですね、はい、そうですね、まあ、小筆ちゃん青だったので評価が、うん、もう全然クリスマス予定できなかったですね。そうですよねだってまだ好きとも思われてないわけですもんね。そうですね、この人誰だっけぐらいの青
道ってそうなんだ。で、お正月ですね。はい。あ、そう。はい、これいつも大体モテたいから、はい、モテモテばっかりに行くんですよね。そうですね、まあ、いろんな効果があるんですよ。まず上から説明していきますと、はい、野球部うまくなりたいはいろんなポイントが、もらえるところなので、まあ、普通に点数を取るだけだったら一番上でいいと思います、はい、で健康に過ごしたいに関しては体力が30回復するので、まあ、体力のゲージが減ってたらそこを選べばいいですし、気合を入れたいはやる気が2段階上がるんですよ、はい、あとは体力がプラス15されるので、ここもやる気が下がってたら3番目でいいかなっていうところと、あとは一番下ですね、選ばれたモテモテになりたいは、ここはモテモテがつくか彼女の評価が上がるどっちかなんですよ、うん、はい、なので彼女の評価が低いときは一番下選ぶのもいいかなと、本当にシチュエーションに応じて変えていく形になります。彼女がいた場合はモテモテになりたい、押さなくても、はい、そうですね、もう彼女がいるのでモテモテになる必要ないです、モテる必要ないです。でももう一人欲しいとかいうときは、もう一人欲しいときは、まあ、欲張ってモテてもいいかもしれない、いいかもしれない。そのあたりはあのお二人のさじ加減で、はい、そうなんですね。だいたいもうこれっていうのは決まってるんですか、やっぱ状況に応じてですか。状況に応じてですね、変えていかないといけないんですね、まあ、変えていけるほどの彼女もできてないじゃん、だっていつも、まあ、そうなんだからもう一個しかないんだよね、だからモテモテになっちゃうんですよね、あ、バレンタインに向けてね、はい、はい、はい、わかりました。それで全部違うんだ、モテモテになりたい、俺は彼女できてないから一択になっちゃうんだよね、いつもね。野球が上手くなりたいですね、リアルは。確かにリアルは野球が上手くなりたい、願掛けで野球上手くなったら本当これどういう、彼女がいるか、ある程度気になっている女の子がいる場合は体力の回復をバレンタインでできるので、まあ、非常に重要ですね、彼女の作成する上で。そうなんですよ、ということでやっぱり、はい、最初は、まあ、クリスマスに向けてはやっぱ彼女を作るように、はい、そうですね、彼女が出てたらメイン彼女、はい、次がイベキャラ、はい、で監督はもう一番最後、もうほとんど無視でいいってことですね。そうですよ、ほとんど無視で大丈夫です、うん、そのまま行って正月に彼女がいなかったらもうモテモテ行くしかないですね。そうですね、評価上げるしかない、うん、やっぱやってることはあながち間違ってたわけじゃないけど、はい、やっぱその彼女監督言ってた、言ってました、認識がやっぱ違いましたね、うん、そこ変えなきゃいけないね。あとあんまりゲージを意識してなかったね。あ、してなかった、はい、うん、だやっぱオレンジにしていかないといけないですね、うん、だって青は意識されてないんだよ存在すら入ってないかもしれない、うんうん、入ってないですね、はい、これを生かしたいですね、はい、次回に向けては、はい、彼女を作るときは絶対そうしましょう。そうですね、はい、さあ続いてはですね、実践編というところで、はい、まあ、袴田さんはやっぱバッティングじゃないですか、はい、やっぱそこを伸ばしていきたいというところでちょっとこちらをご覧ください。はい、これでるからホームラン狙った方がいいんじゃない。あ、本当に負けてる、あれよ、振り遅れだよ今。ああ、なるほどですね、はい、まあ、これは里崎さんもおっしゃられてたように振り遅れですね、完全に。まあ、思い切りが大事なんですよ、はい、でやっぱり変化球投げてきたりとか、まあ、タイミング外されることもあるので迷われることもあると思うんですけど、もう一球種に絞って振り切った方が確実に長打です。そうですよね、はい、でもこう来るまで球種って分かんなかったりするじゃないですか、はい、なのであ来ると思ったらうわスローだったかっていう、確かにそういうのもあります。ありますよ、結構慣れてくると、はい、このボールの着弾点が出た時に、はい、もう直球か変化球かって分かるんですよ。実際の野球だともちろん、ね、そこに外し球とか、まあ、違うボール投げたりとかされると思うんですけど、はい、もうこのパワープロの中ではここに来たらストレート、ここに来たらカーブってもほとんど決まりがあるので、まあ、そこは慣れればもう確実に球を絞れるようになると思います。慣れて見抜いていくしかないと思います。そうですね、はい、まずはでもストレートにタイミングを合わせて、うん、打たなきゃいけないってことですね。そうですね、はい、まずはストレートでいいと思います。振り遅れちゃったんでね。そうなんです、これまた初期だから。はい、そうですね、うん、この時は今はもうちょっと上手くなってるんですか。そうそうそう、サーフェスさんの時バッチリでしたからね。ありがとうございます。そこは褒めること大丈夫です。褒めてくれるんで私すごい好きなんですは卒業させたいんですか、はいはい、卒業させたいんですか。本当に卒業させたいつも厳しいんで厳しいさが優しさです。ああ、なるほどですか。まあ確かにそうですよね、あの期待してない人には言わない、言わない、ね、そうそうそうなんですよ。逆に僕悪い人みたいになってくる。大丈夫です。好感度下げられるのかな、このチャンネルで。優しい方が。さあ続いて、はい、地方決勝戦前の能力値でっていうのね、はい、ところで決勝ですよ、来ましたよ。地方大会決勝ですね。そうですね、あ、今こちらに出てるもんね、はい、確かにこれくらい能力上がっててパワーヒッターついていれば、まあ、十分上がってる方だと思います。あ、そうなんですね、はい、
で、まあ、ミートとパワーを中心的に上げた方がやっぱり試合で打ちやすくなるので、はい、まあ、その方が能力を振るときはいいかなっていうのと、パワーヒッターつけておくとこう打球の弾道線がホームラン打ちやすい弾道線になるんですよ。こう一応弾道って1から4までこう表示があって、それがまあこう変わっていくものではあるんですけど、パワーヒッターつけると3と4の間の 3.5 っていうのに固定されるんですよね、強振すると。その線がまあ本当にこうホームランアーティストの打球というか、まあ、ずっと伸び続ける打球の弾道になるんで、まあ、パワーヒッターはまず間違いなくつけた方がいいです。でもミートとパワーをメインでつけた方がいいですか？そうですね、まずは慣れるまではその方がいいと思います。先に弾道を4までにしちゃってたんですけど、はい、パワーヒッターつければ弾道をその1とかにしな1のままでも、そうです、 3.5 で固定されるんで、なので弾道賞味上げなくても大丈夫です。知らなかった、そこでかなりロスしてました。そうですね、そこはあるかもしれないです。あ、いいこと聞いた。弾道は1でパワーヒをつけるんです。ただやる気が絶不調だとその特殊能力が発動しないので、うん、やる気だけ気をつけて、うん、っていうところですね。はい、わかりました。へー、知らなかった。じゃあ続いていきますか、はい、そう、風格出てますね、袴さん。打ちそうな風格出てますね。いや、結構ね、打ちますから、うん、選球眼もね、ちょっと身につけて、よし、おーい、これ多分私の初ホームランだと思います。あ、そうなの、はい、そうなんですね。見てます。おーい、バッチリですよ。教えることないと思いますね、これだけ打ててれば。おお、これもう入っちゃうんですよ。ギリギリ入った。新聞一面クラスだからね、本当に打ってたね。即ドライ。ただこの時あれですよね、私ちょっと、あ、でもあー、なるほど、こういう展開になるんですね。そうなんですよ、3本ホームラン打ったのに逆転されて。なるほどなるほど。で、最後打席ですよ、これ。今の打てたな。緊張しますよね。はい。ああ、もしも。どういうこと？どういうこと？ここがね、はい、アドマンさんの弱いところなんですよ。なるほど。勝負どころで弱いんですよ。ああ、そうなんですね。勝負どころで弱いんですね。まだこの統治は。なるほど、なるほど。さあ、もう逆転負け。でもこれあります。こういうのあるんですか？そう。ちょっとショックだったんですよね、やってて。こんだけ活躍して負けることあるんだっていう。そうですね。何が良くなかったんですか？いや、何も悪くないです。3本打ったらもう十分すぎるほどの活躍だと思います。はい。ただ でも負けちゃったんですよね。ただこういうことがあるのは、そのチームメイトがそんなに強くない高校ってやっぱりあるんですよ。特にこの国立高校って初期の高校だったので、まあ、チームメイトがそんなに強くないんで、もう本当に全打席ホームランするぐらいの勢いがないと勝っていけないんですよ、ね。まあ、だってね、最後チャンスありましたもんね。はい、そうです。最後の打席でホームラン打っとけば負けなかったんですよ、ね。負けなかったから。さよならのチャンスはね、くれましたよね。初球ど真ん中見逃しました。やっぱ初球はちょっと見とこうみたいな、ね。ど真ん中って真ん中。確かにカーソル動かさないで真ん中来てましたもんね。でもこれは衝撃だったっすよね、はい、いや衝撃でした、うん、こんなことで負けんの、はい、みたいな、はい、いや、びっくりしました。まあ、でもこの展開は正直僕は親の顔より見た光景です。そうですか、はい、もうこれはよくあります。あるんですね、よくあるね。ある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 ですよ、はい、なので大事なのはやっぱり自分の打席の時にしっかりとミスをしないっていうところと、うん、あとはその遊ぶコマンドを使うとチームメイトのやる気を上げられるんですよ、うん。そうするとチームメイトの能力が試合中アップするので、そういう遊ぶコマンドを暇な時に使うっていうのもありかもしれません。あ、遊びも大事なんですね。そうなんですよ、7月1週から遊びコマンドを使うとチームメイトのやる気が上がります。遊ぶほぼ押したことないですね。そうですね、はい、あの彼女と行く時だけデートだけですよね、はい、押してたので。あともう体力回復はもうメンタルか、はい、あの休むか、うん、デートと思ってました、うん、そうですね、通常はそれで大丈夫です。7月以降はまあこういう形でチームメイトのやる気を上げることができるので、まあ、少し意識してもいいかもしれない。なのでじゃあ7月以降だったら休むよりは遊ぶですか、はい、遊ぶを選択してもいいと思います。体力のゲージのこう兼ね合いを見ながらというところですね、はい。まあ、そんなこともあるので甲子園で遊びに行く球児とか大量発生するんですよ、バーフルやってると。へえ、甲子園期間中だけど遊ぼうみたいな、普通にあるんですよ、うん。そうなんだ、はい、それちょっと初耳でしたね、はい、うん。もう甲子園期間中もがっつりポイント稼ぎに行ってました、うんうんうん。あ、そうなんだ。なので例えばもうタックが発生しなくて、もう真っさらで体力もあんまないなって時は遊んだりしてチームメイトのやる気を上げて、はい、まあ、そこで試合に勝ちやすくするっていうのは大事かなって思います。勝った方がポイント貯まりますもんね。そうですね、
知らないことにたくさんですね、うん、ねえ、はい、それ遊びの使い方は知らなかったですね。ちょっと目から鱗ですね。はい、いや、いろいろということで、はい、まあ、最後にですね、この野手作成に関して、はい、羽川さんがもうちょっと詳しく聞きたいこと何かありますか。野手育成していく中でいろいろあります。なんですか。でも、もう一番はデッキの組み方がよくわかんないんですよ、はい、何を見てデッキを決めればいいのかっていうのが、はい、私も大体おすすめをしちゃってるんで、はい、どうしたらいいですか。そうですね、デッキの組み方いろいろあるんですけど、はい、まあ、まず一番大事なのが、まあ、イベントキャラクターのイベントが起きるタイミングって前と後って分かれてるんですよ、はい、で前と後を3人3人に分けてイベントを起こすと、まあ、いろんなキャラクターの評価が上がりやすかったりとか、はい、あとはそうすると結局評価が上がって、まあ、タッグがしっかり組めるようになる、うん、スピードが速くなるので、はい、まあ、そこで選手を鍛えていくのがいいっていうのがまずあります、ね、はい、なのでまずこう前イベントのキャラクターたちを選定して、まあ、その中からこう自分が例えば打撃寄りの選手にしたければ打撃とか筋力のキャラクターを指したりとかって本当にケースに応じて変えていくような形にはなります。あの黄色と青のやつですよね。そうです。前と後、はい、はい、じゃあ浜田さんのちょっと打撃を見てもらってまず、まあ、先ほどの前イベント後イベントの話 で、はい、今このイベントの前と後ってそのダイヤモンドの前だったら黄色の三角、で後だったら、青い三角がついているのって覚えてないですか、はい、でそれが後イベントが今4人いる状態なんですよ。本当だ、気にしてなかった。青のダイヤ、まあ、三角形が4人いるんで、はい、まあ、それをまず変えた方がいいなっていうのと、そうですね、あとはレアリティですね。今 R のイベキャラが入ってるんで、まあ、R のイベキャラは今お手持ちを見た感じは、まあ、SR とか PSR に変えた方がいいかなっていうのもあるので、はい、まあ、そこをまず変えた方がいいかなっていうのはあります。これキャッチャーを育成した時の私の多分出来なんですけど、はい、キャッチャーがフレンドとかにも、はい、自分の手持ちにもなかなかいい選手がいないってなったら、はい、キャッチャーって入れなくてもいいんですか。そうですね、キャッチャー入れなくてもいいです。そうなんだ、はい、知らなかった。ところキャッチャーの R のところを、はい、ダイヤの左黄色で、はい、いいやつ入れた方がいいですか。その通りです。あ、なるほど。じゃあちょっと例えばで、はい、もうちょっと皆さんに私のデッキをお見せします。いいね、めっちゃいるやん。いや、私結構ガチャ引いたんで揃ってますね。はい、この中だったらちょっとネモさんに選んでもらおう。あ、誰がいいですか、はい、そうですね、マイベントだったのはこの塚見智恵ちゃんとか。え、この子ってでもピッチャーじゃないですか。この子ただ、はい、野手登録もあって二刀流なんですよね。本当だ、コントロールと打撃の得意練習なんですよ。本当だ。でこの子を入れると相当技術も入るし、まあ、精神もがっつり稼いでくれるんで、はい、まあ、逆に入れた方がキャッチャー作りやすいです。まあ、キャッチャーの特殊能力って結構こう技術と精神使うものが多いので、はい、まあ、そういったところでも打撃の得意練習で、まあ、強いキャラっていう感じになると、まあ、ともえちゃんとかがいいかなって思います。で、じゃあ根本さんにキャッチャー作るバージョンで袴田さんのデッキの中で最強デッキ作ってもらえる。あ、じゃあ全部選んでもらって、あの根本さんに私のデッキの中でキャッチャー、ピッチャー、野手の、うん、全部組んでもらって、組んでもらって、組んでほしい。いいですか。全然大丈夫です。じゃあまずピッチャー、はい、ピッチャー、じゃあまずピッチャーから。最強の野手、最強の野手、まあ、最強の野手ですか、はい、いいですよね。自分のデッキで決めてくれるからいいですよね。嬉しいです。リアリティありますもん。これキャッチャーとか内野手、はい、外野手で変えますか。何を目指しているかで変えます。例えばそのキャッチャー専用の特殊能力、それこそ里崎さんみたいな、はい、めちゃくちゃリードが上手いキャッチャーにしたかったら、うん、まあ、キャッチャー入れなきゃダメなんですよ、はい、そういうコツを教えてくれるキャラで、まあ、そうじゃなかったらそんなにこだわらない、まあ、そのチームにこう寄与する、まあ、バッティングがいいキャッチャーとか、はい、もう打てるだけのキャッチャー、4番バッター、4番バッター、4番バッター、分かりました。そんな感じで4番バッターデッキお願いします、うん。何時間、いやキャラ増やしたいな。いやでも十分強いんですよ。ただ同じキャラがガチャ引かないと出ないので、はい、レベルが上がらないんですよ。確かに解放させたいし、解放を上げたいですね。そうなんです、それはあります。同じキャラが出たらこうプラスになるんですよね。おそらくこんな感じでいいと思います、はい、あ、この真ん中の子はいつも使ってたんですけど、 その他全く使ってませんでした。なるほど。これなんですか、特徴は。このデッキの特徴は今その真ん中にいる子以外の4人って
アスレティス高校っていう高校の出身キャラクターたちなんですよ、はいはい、でそのキャラクターたちを入れてそのアスレティス高校っていう高校をやると野手めちゃくちゃ強いのを作れるんですよ。なので、まあ、今お手持ちの感じだとこれがベストだと思います。もうこのまま置いていきます。これは置いていて、はい、じゃあ最後にですね、はい、なんと新しい高校が登場するということで、うん、その名も戦国高校らしいんですよ、はい、うん、しかもなんか聞いた話によるとすごい強い野手が作れるらしいんですよ。そうなんですね。めちゃくちゃ楽しみですね、うわーやりたいな早く。でもさんもやったことないですもんね。まだないですね。あらこれじゃあまっさらの状態で勝負できるんじゃないですか。はい、これいつスタートするんですか戦国高校。11月26なんで、はい、今日からかな。あ、今日から今日から、わーわー。じゃあもしね、動画を見てくれてる皆さんも、はい、ひょっとしたらもうやってるプレイされてるかもわかんないし、はい、まだの方は、ぜひプレイしてもらって、はい、で僕たちもちゃんとプレイして、はい、その動画を後日ね、皆さんに紹介して袴田さん、今日聞いた、はい、ネモさんからの情報をしっかり使って、はい、キャラを作れるかどうか、はい、じゃあもう次すぐあれしましょう。戦国高校やりましょう。そうですね、はい、いやじゃあネモさんと、ネモさんよりいいやつ作ってやりたいですね。ネモさんのちょっと動画見たことあります？すごい、S とかそういうレベルじゃないんですよ。もうネモさんには勝負しちゃダメですこれ。ね、ネモさんの動画なんてもう PG とかね、見たことないランクになってるんで、いつでもお待ちしてます。はい、それが卒業試験でも全然構わない。もうネモさん超えられるに頑張りますね。そうですね、はい、なんとか頑張っていきましょう。何年かかるかな。はい、さあということで、はい、最後にですね、今パワプロで SNS 上でですね、ハッシュタグ教えてパワプロアプリとつぶやけば、詳しい方が教えてくれるイベントっていうか、はい、やってるらしいんですよ。はい、もう教えてくれるかもしれないっていう。そうです、今日みたいなことですよ、はい、高川さんの。そう、私の疑問を解決、デモさん解決してくれました。デモさんとかも、そこでひょっとしたらこのハッシュタグ教えてパワプロアプリつぶやかれたら、はい、そこにデモさんから返答が、そうした方がいいですよとか。はい、ぜひ皆さんもつぶやいていただけたらいいかなと思います。私も分からないことあったらこれでつぶやきます。そうそう、だって皆さんもね、はい、分からないことがあってもんもんとするよりもこのねハッシュタグを使ってやってくれれば、ネモさんもしくはいろんなその詳しい方が、はい、その今の課題をね、うん、教えてくれるっていう可能性もあるので、はい、ぜひ皆さん活用してもらってですね、より強いデッキでキャラを作って、はい、ネモさんを超えてやりましょう。ネモさん超えるぞ。いやライバル増えるなこの放送。でも何年かかるかな本当に。頑張ります。ということで、はい、また頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。